通知来るよね。通知が来ない。今通知しました。はい。え？なんか。だって今来た。来た。私も開始して。はい。はい、じゃあ、はい、今夜もよろしくお願いします。お願いします。収録開始します。はい。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで新年度スタートしました。はい、新年度ですね。そうですね、2024年度。それにしても、収録では昨日に当たりますが、はい、オンエアでは先週、はい、日曜日、はい。すんごい雷と雨でしたね。いやー、久々に降りましたね。降りましたね。あんな降るとは思わなかったし。恵みの雨です。あんな降ると思わないし、あんな、なんだろう、すごい雷ゴロ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 、はい、するとは思わなかった。シャーン！ドカーンって来ます。私、ずっとしますからね。めっちゃすごかった。沖縄市は停電しました？停電はしてないです。あ、してないんだ。ただ、でも、振動とかでやばかったです。やばかった。これ絶対落ちたでしょって。どっか絶対落ちてるところ。絶対どっか落ちてる。番組の紹介をしたいと思います。はい、お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、気まぐれ .satch.@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウント FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントをどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。はい、お願いします。今週の一曲は、サカナクションで、新宝島です。どうぞ。はて、はて。いやー、順調ですね。順調。これ5分ぐらいあるからね。あれ、珍しい。今日コメントがまだ来てない。来てないですね。みんなパタパタかな。まあ、新年度ですからね。うん。エイプリルフール午前中楽しんだ人もいるでしょうけども。僕はもう午前中ずっと寝てるんで、エイプリルフールなんてもう数年関係ないです。私も、ここ数年関係ないんじゃないかな。なんせ今日も午前中仕事でしたし。あと、エイプリルフール大嫌いです。あー。昔親に、ひどい嘘を使って。あ、前に言ってましたね。はい、分かる分かる。あ、来た来た。初めて殺意を覚えました。そう。大好きさん、こんばんち。こんばん、サッチ。今日はちょっとパタパタな、あっちこっち画面を変えながら。サッチさんは真っ黒い画面を。そう、私は真っ黒い画面で、なおかつスマホでコメントを見つつっていう。僕はそのサッチーさんの顔の上にめっちゃ大画面を映します。すごい。ちょっと光ってみますね。見える見える見える。ちょうどサッチーさんの頭の上にこのフロア一杯分のディスプレイがもう浮かんでる。おー、すごい。だから、大好きさんのコメントも読めます。ああ、なるほどね。ただ、こっちから操作しようとすると、うん、マウスの向き逆なので、めっちゃ難しい。ああ、そっかそっかそっか。そうだね。あれ、あれ、あれ、あ、上下逆か。確かに確かに。
大画面表示にするの諦めました。あー、でも大画面って結構大画面になるんじゃないの、これこれとかだったら。めっちゃ大画面なんですけど、うんうん、ブラウザをフルサイズにしてないですよ。あー、なるほどね。できるかな。もう感覚でしかないね。感覚で。できた。できたぞ。できたぞこれ。感覚、もう感覚でしかないんじゃないこれ。でしょうね。ちょっと今日は私もスマホでキャスを追うので、なんともまあこういう時にあと1台あると便利なんだよね。なんかすごい意味ですね。今日に新入社員の入社式、はい、キューピーあるじゃないですか、あのマヨネーズとかで有名な、はい、すごいなんか体験型の入社式だったらしいですよ。なんか松田はあのコンセプトモデルのアイコニック SP っていう車の白バージョンを入社式で飾ってた。へえ。あの赤い車を今まで展示場で出してたんですけど、うんうんうん、白もあったんや。30秒ですね。はい。早っ。早いよ。一日で慣れるかよ。はい、では間もなくですね。はい。マイクかけます。はい。お聞きいただいたのはサカナクションで新宝島でした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは新〇〇です。というのも、収録の4月1日から新年度がスタート、はい、で、多分オンエアの翌日ぐらいからは多分新入学生とかが入ってくるんじゃないかなということもあって、今回新〇〇というテーマにいたしました。おお、いいですね。そう。新しいことワクワクしますよね。ですね。早速キャスが来てますので紹介したいと思います。沖縄大好きさん、こんばんサッチー。こんばんサッチー。リクカイクーさん、こんばんみー。こんばんみー。今日から新生活が始まったよ。新しく働く職場も一日で慣れたよ。早いよ。いやー、順応能力高いっすね。ね、私、まあ一応常勤として今日一日目始まったんですけど。はい。まあ、なんだろうな。まあ、あんまり変わらない。あんま変わらない。なぜ訪問介護をずっとやってたんで、はい、利用者さんが変わるだけで、やることはそんなに変わらないので。まあそうですよね。そうそうそう。内容一緒ですもんね。内容はね、そこまで大きく変わることではないので、私の場合。僕は3回とも内容めちゃくちゃ変わってたんで。あ、そうなんだ。はい、なんなら、一番最初の職業は、はいはい。あれですからね、会社から離れなくて中の部署移動でめっちゃガラッと変わる。あー、そういうことか。はい。私、ガラッて変わっ
たのがもう十何年前の話ですからね。なんせ一度市役所に臨時職員として働いた経験があるので、その時に初めて電卓とか、はい、ちょっと勉強はしてましたが、電卓とかカチャ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 する部署にいたので、はい、やることがガラリと介護から一度変わったことがあるので、それぐらいですかね、ガラリと変わったのは。あるとちょっとワクワクする反面、少し体にストレスかかってるんだろうなっていうのもあるので。そうですね。無理はせず、やっぱり、徐々に徐々に慣らしていくっていうのも大事ですよね。そうですね。でも私、結局、二人利用者さん、今回、入って、入ってっていうか、一人はもう、まっさら、初めてみたいな感じの利用者さんだったんですけど、はい、結構な柔道の介護だったんで、久しぶりに異常とか、そういうのやったんで、もうただいま絶賛背中が痛いでございます。お疲れ様です。まあなぜ、ね、慣れない、なんだろう、筋肉を使ってるんで、うん、慣れたら大丈夫だと思うんですけど。キャスの方でリクカイクさん、モーリーミーカーにあなたの番組宣伝した、かっこわら。今日から地上波の RBC アイラジオさんの、はい、番組で、ちょっと、ミランダ・カーコと、ミーカーさんと、コキザミンニャンのモーリーさんが担当している番組が、あるので、はい、それに、リクカイクさんは宣伝したと、いうことなんですね。でも、モーリーさん、この間、まあ、この間といっても、結構、2ヶ月ぐらい前かな、車でばったり会いましたからね。いつかチェックしてくれるかな、チェックしてくれるかな。でも、ミッカーさんは応援してるよって前に言ってくれたんで。嬉しいですね。私が番組始めるよって言った時に。去年、一昨年ぐらいか。一昨年ぐらいの12月のミュージックソンあたりにミッカーさんがラストだった時に、はい、私も番組するよって言ったら、マジでみたいな話で盛り上がったことがあったので。応援してもらえると嬉しいですね。嬉しいですよね。メールの方に行きたいと思います。お願いします。サッチー、キャンチー、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。3月が終わりますよっていうのは、結構前に来てるんですけど、埼玉のゴーでーす。あ、ゴーさん。ゴーさんです。テーマの新〇〇。私事ですが、4月中旬より16年勤務した会社を退職し、地元埼玉県の企業に転職となります。お、地元に戻るっていうことですかね。勤務距離と時間が半分。今までの会社は片道30キロで、車通勤1時間。1時間。大変。長男には4月から高校生、隣町の高校とはいえ、自転車通学45分、うん、ただ平坦の道のりだからよかった。僕の母親が高校のお祝いに自転車代プレゼントしてくれました。いいですね。沖縄のおじいちゃんからはアップルのスポーツウォッチをプレゼントしてもらいましたよ。それに伴いスマートフォンから iPhone へ機種変。お姉ちゃんのスマホは次男くんへんで、ということですね。そして、その次男は4月から中学生。次男も僕の母親からお祝いで自転車代をプレゼントしてもらいました。次男は体がマギーなので、自転車のタイヤがすぐにパンクしないか、チムワサワサしてます。埼玉のご家の男3人は新生活に向けワクワクと不安が入り混じっておりますが、また近況報告できたらと思いますと来ております。いいですね。いいですね。自転車代もらえるとかいいな。うん、とって私先週の引っ越しの時なんですけど、これをあえて言わなかったんですが、今回会社から引っ越し代とかっていうか、新居のアパートの、この、初期費用を負担してくれるということで、それでちょっときっかけがあって、今回、
あの引っ越し決めたんですよ。ありがたいですね。そういうのがあるとマジありがたい。うん。うん、次のメールに行きたいと思います。お願いします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー。この度かねてお付き合いしている彼女と入籍しました。沖縄大好きです。いや、あのさっき私そういうの聞いたようなと思ってた。俺もさっき聞いたような気がするな。なんか、うん、味なんとかで聞いた気がするな。うん、聞きましたね、私も。と言いたいんですが、収録日の今日はエイプリルフールなので嘘ついてみました。結婚どころか彼女すらできない。できたことないです。嘘ついてごめんなさい。あのエイプリルフールは午前中につきましょうっていうのがありますよ。テーマ新〇〇、新〇〇ということで、新〇〇といえば新仮面ライダーとか新、ウルトラマンとか新エヴァンゲリオンなどありますよね。新〇〇ということで、新年度はいろいろな変化もありますし、今年はいろんなことに挑戦できたらと思います。ラジオ番組も早くやりたいっす。新人パーソナリティ沖縄大好きってできております。やっぱ沖縄大好きさん人が現れてますね。人を傷つけない嘘をつくっていうね。ね、いいですね、はい、でも嘘は午前中についた方がいいですよ。母は最低な嘘をつきましたからね。あ、これ前に聞きましたね、私ね。未だに根に持ってます。それはダメだよ。未だに根に持ってます。キャスの方で、リクかイクーさん。僕は、陸で建築業、海で海中、空ではない、だから、僕は陸かイクーです。空ではない、ないだから、どういうことだ？あの、お仕事ですか、ね、あ、そういうことかな。経験ある。空経験あったらすごいよ、逆に。空の経験なんか趣味だよね、確かにね。ねえ。でも、できたらすごいよね、逆に。考えられるのは CA さん、うん、パイロット、うんうん、何がある？何がある？救助隊？ああ、そういうのは旦那にはできないな。結構限られてきますね。限られてきますね、はい、空だと。沖縄大好きさん、嘘ついてごめんなちゃいと来てますよ。可愛らしい嘘。可愛らしい嘘。あ、男は30超えてからです。ああ、そうそうそう。確かに。確か、沖縄大好きさん、まだ30代いってなかったですよね。まだ20代ですよ。いやー、まだまだいけるよ。大丈夫。僕だって、初めて彼女できたの。30。そうなの？だからね。そうなの？だからね。頑張って。大丈夫。大丈夫。きっと大丈夫、うん。優しいから大丈夫。うん。いけるいける。私の新〇〇。新〇〇って言えば今日に当たるかな。やっぱり新入社。まあ、介護福祉士としての1年生なので。お、そう。そうなんですよ。最近受かったばっかりっていうね。はい。ありがとうございます。でもあれですよ。介護福祉士って言っても、合格しただけでは、介護福祉士とは言えないので。お、ちゃんと国に登録しないといけないんですよ。あ、なるほど。そう。申請をしないといけないんですね。申請しないといけないので。申請したら、ちゃんとした介護福祉士と言える感じです。なので、まあ、私の場合、引っ越しがちょっと兼ね合いがありまして、まだ登録はしておりません。なので、普通に介護士として今やってますが。でも、まあ、通知っていうか、この合格証書は来たものの、このちゃんとした資格者証が来るのは多分5月ぐらい。順調に行けば。キャスの方でリクかイクさん、僕も嘘つきました。リクは、息子の長男。カイは、次男の息子。ソラは、女の子の娘。それで、ラジオネームをリクかイクになる。そりゃそうだ。うん。うん。前も聞きましたね。そう、前も聞いたよ。わかってましたよ。最初私、このリクかイクさんの時の、X の
名前を見た瞬間、はい、自衛隊かと思った。確かに。そう。自衛隊で働いてるから陸海空かと思ってた。思いますよね。うん。そう。普通そう思う。はい、まさか子供の名前で陸海空ってつけると思わないもん。ちなみに、僕の、ローラーブレードの師匠は、はい。海上自衛隊のパイロットでしたよ。へぇー。海上自衛隊のパイロット。はい。あ、船でってことか。海上自衛隊も、船を監視したりとかする業務で、飛行機飛ばすんですよ。はい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 。潜水艦探したりとか。うんうんうん。だからそこのパイロットの方が、ローラーブレードの師匠だった。ほー。かっこいいお父さんでした。へぇー、すごい。年追いついちゃいました。あら、あら。出会った時の年ぐらいになってると思います。ああ、そうなんだ。はい。ちなみにキャンさんは新丸々何かありますか？新丸々、ですね。まあ、こういう時に新生活とかいろいろ、まあ、そういうのもあると思うんですけど、はい。僕最近ですね。はい。ちょっと新しいカメラのレンズを買いましたね。カメラ？新レンズを買いましたね。ほう。先週ちょっと使ってみて。はい。やっぱり、あ、いいなって思ってる今日この頃でございます。おお。だから今から表現することがすごいワクワクしてますね。ちなみに私、スマホで見てますが、実際、いつもだったらパソコンで見てる画面上、私はスマホで見てるという、はい、なんという複雑な感じの新年度ですが。新たな試みとして、よろしくお願いします。まあ、こういう時もあるからね、たまには。まあ、機材トラブルなんて、生放送つき、あ、これ収録ですけど。収録ですけど。生放送と変わらないんで、一発撮りなんで。まあまあまあ。はい、たまーにテイク2があったりしますがね。はい。オープニングだけとか。はい、僕が押し忘れたりしてね。そうそうそう。まあまあ、それはいいんだけど。どうしよっかな。先に、来週のテーマに行っちゃいましょうかね。はい。お願いします。来週のテーマは、好きな冷凍食品です。というのもこれ決めたのは旦那の陸海空さんです。おー、冷凍食品、最近美味しいのいっぱいあるんですか？美味しいのいっぱいあるので、まあ、あえて食べ物で行こうかなと。久々に。旦那の陸海空さん、キャスの方で、那覇空港の第二滑走路工事に僕も参加しましたよ。おー、すごーい。出会った時の、X の、この、やりとりが、本当に第二滑走路建設中の時で、だから滑走路をしゃべって、やれ400メートル出してたら空飛んでみんやとか、そういうのを言って冗談かましてましたよ。うわー、いいですね。建設現場、ワクワクする。だからいろんな重機乗れるんで、まあ数年乗ってないみたいですが。僕も重機、運転したことあるんですけど。はい。まあ、これ以上は言わないでおきます。あれあれ私、重機、乗ってみたいというか、見てみたい。運転してるところ。運転の仕方ガンダムみたいな。なんかこの滑走路とか、道路工事に使う、ユニックって言ってたかな、はい、のやつはなんか、レバーがいっぱいありすぎて、はい、なんかすごいって言ってましたよ。そうです、そうです。このレバーで操作するのが多いんですよね。で、なんかなんか検定とかもあるらしく。はい。それを陸海空さん持ってるので。おー。だからすごいんですよ。建設業に関しては陸海空さんすごいんですよ、今のところ。まあ、介護は、まだ一個しか資格は取ってないから、その上目指そっかね、みたいなことを最近話してますがね。あ、グレーダーだよ。そうそう、グレーダー。ユニックも乗れるんじゃなかった？陸海空さん。いやー、いいなー。久々になんか勉強したいっていうか、うんうん、なんかそういう技術身につけるのっていいですよね。いいですよね。私はもう、ほぼほぼ介護の資格ばっかりしか取ってないんで、たまには他の資格も取りたいなっていうのはありますけどね。いろんなパソコンとか、ワープロ検定とか、ああいう系の、取ってみたいなっていうのはあるんですけど、なかなか現実的にはいかないという。うん。うん、なんか今日は時間が過ぎるのが若干遅い気が。そうですね。まだあと2分は。2分はね。
みんな忙しいのかな、やっぱり。今日コメントがあんまり流れない。はい、珍しい。ハープボーイさんも来てないですね。ここ2週間ぐらい来てないですね、そういえば。なんか浮気しちゃったのかな。どうだろう。でも、ラジオではよくラジオネーム聞きますよ。そうですね。うん。いろんなラジオを聞いてるので、多分時間帯的に何か予定が入っちゃったのかもしれない、ね。そうかもしれないですね。まあ、それは、まあ、個々のね、はい、予定なので、それは仕方がないですが。でも、皆さんぜひ、またまた楽しいお話ししていきますんで、そうそうそう。いっぱい聞いていただきたいですよね。そうですね。もう頭の中がね、なんか来週のテーマのことになってて。もう変わるの早と思ったんだけど。もうお腹空いているんですか？私、お昼ご飯食べたのが16時です。あ、じゃあ全然まだまだですね。そう。そう。あれ？なのに冷凍食品で頭がいっぱい。そう。なんかいろんなのがあるから、どんなのがあるかなとか、どんな調理法だったかなとか。ああ、なるほど。そうそうそう。そういう。何頭が切り替わったという。まあそういう意味では、今結構いろんなものありますからね。ありますね。僕もお気に入りいくつかあるんで。私もある。ハマってるのがある。来週ぜひぜひじゃあ紹介しましょう。紹介しましょう。ということで、お時間来てまいりました。はい。では来週お会いしましょう。お相手はさっちーと。はい、ミキさんのキャンでした。じゃあねー。バイバーイ。そう、今日は珍しく私もこれ朝から来てるんですよ。あ、そうなん、ワークマン女子で買ったやつ。薄手でワークマンいいですよね。薄手で上等なんですよ。でも若干朝寒いっていう。なるほど。でも日焼けはしないからいいかな。薄手だしちょうどいいかなと思うけど、ワークマン女子でっかいクーさん連れて行きたいけどね、近々。ワークマン結構掘り出し物がいろいろあるので、いっぱいある。行ったら楽しいっすよね。うん、キリがない。うん、買いたいのが山ほどあるっていうね。作業服一個増やそうかな。まあでもまだ使えるからな。いいんじゃない。前の職場で使ってた作業服一着残してて、うんうん、それをあの家の掃除とかするときに使って。はいはいはい。おー、いいんじゃん。でも新しいのは新着するのもいい。うん、ワークマン安いし、なおかつ そうなんですね。うん、ワークマンは安いし、上等だし、持ちはいいし。私靴買ったのはいいけど、なんかお揃いで買ったんですよ、立海空さんと靴を、あのサイズ違いで、はい、だけど先に立海空さんが使ってて、なんか蒸れてくるからなんか中敷きした方がいいって聞いた瞬間に他のの買おうみたいな別の新しいの買っちゃった。その靴もまだ未だに入ってないという。中敷き入れたのに。靴ちょっとな、ショックだったな。僕の今日履いてきてる靴が、はいはいはい、この前汚しちゃったんで、うんうん、洗ったらいろいろ傷んでるところを見つけちゃった。ああ、これが抜けてるとか。お気に入りなので。うんうんうん、お気に入りってそうなるよね。うん、私もそろそろこの今履いてる靴も何年使ってる。3年ぐらい使ってるかな。まあ、結構ボロボロ。まだ大丈夫だとは思うんですけど、結構ボロボロになってきた。ということで、あと1分ですね。1分。早いな。キャスも1分。あと今、あ、ポップリケ。ん？フィニッシャーボール。なんかいろいろ乗れるんですよ、立海空さん。フィニッシャー。フィニッシャーってなんだっけ。フィニッシャー。おお、なんと、あ、めっちゃかっこいい。そう、立海空さんはいろいろ乗れるので、まあ、建築関係のことは立海空さんに聞いた方がいいですよ。こういう機械系は。僕は前の職場の時に、うんうん、
あの、まあ、競技場関係なんで、芝生刈る機会とか。あ、もう時間だ。バイバーイ。